オイゲン・フリードリヒ・カール・パウル・ルート・ビヒ・ホン・ビュルテンベルクは、ビュルテンベルクの王族で、ロシア帝国の将軍、ビュルテンベルク王・フリードリヒ一世の甥。い。オイゲンは、プロイセンの将軍だった同盟の父、ビュルテンベルク公オイゲンと、母のシュトレベルク・ゲーデルン公女、ルイーゼの間に長男として生まれた。父の妹は、ロシア皇帝パーベル一世の皇后、マディア不ドロブナだったため、オイゲンは、 おばのつてで幼い頃から、ロシア宮廷で育つことになった。皇后のおいであるオイゲンのスピード出世はすでに、サンクトペテルブルク士官学校在学中から、始まっていたが、1802年に、皇帝パーベル一世が暗殺されたためしばらく、昇進は止まった。オイゲンは、シュレージエンの実家で、プロイセンの将軍ルートビヒホンボル草原男爵より、高度な軍人教育を受けた。オイゲンは、 ロシア軍に再出資して1805年には少々にまで昇進していた。オイゲンは1806年から1807年にかけ、東プロイセンでのフランス帝国軍との戦闘に従事し、1810年にはトルコ遠征軍に加わった。1812年に始まるロシア戦役、そして解放戦争を指揮した軍司令官の一人として、オイゲンは、 歴史的な役割を担うことになった。オイゲンは、スモレンスクの戦場で中将に任官した。彼は、ミハイル・バルクライド通りが最高司令官を務める、ロシア西部軍の師団長であった。オイゲンは、ボロジノの戦いの後で退却する、大陸軍に至る地のクラスノイ・カリシュで奇襲をかけて、運命を挙げた。バルティナグラの戦い及びクルムの戦いでは、 オイゲンとその帰化の軍隊は、フランス軍の猛攻前に絶望的な状況下で、防衛戦を乗り切った。1813年5月20日から21日に、かけて続いたバウセンの戦いの直後、オイゲンは、翌22日のライヒエンワッハ・マルケルスドルフの戦いで、大陸軍を追撃することに成功した。1813年10月16日に始まった、ライプチヒの戦いでは、 オイゲンは、最撃戦区となったマルク・クレーベルクのバッハウ地区に攻撃を仕掛けた。バッハウへと切り込んだことにより、オイゲンの師団は、クライスト将軍率いるプロイセン第二軍団と、同様におびただしい戦死者を出した。しかしこの日は、ナポレオン軍が、ライプツヒ南部に陣取る同盟軍の弱体な戦列を、突破すべく、軍全体をそちらに投入したため、バッハウにいた。 同盟軍は危機を逃れた。ライプツヒの町には、オイゲンの活躍を称えて、彼の名前を冠した、オイゲン講師通りがある。1814年のフランス進駐以後オイゲンは、様々な戦いに参加した。1828年のトルコとの戦いでは、ロシア軍第7軍団を指揮している。オイゲンは1829年に退役し、1822年に、 父の死に伴って相続した、シュレージエンの所領をカールする上で、余生の大半を過ごした。彼は、父と同様に1820年から、ビュルテンベルク王国貴族院議員となったが、自ら議場には赴かず、もっぱら代理人を立てた。オイゲンは1817年、バルイコールピルモントコゲオールク一世の娘マティルデと結婚した。夫妻は3人の子女を設けたが、 マキルでは1825年に亡くなった。1825年、オイゲンは、法遠道エランゲンブルクコーカールルートビヒの娘、ヘレーネと再婚し、4人の子女を設けた。ありがとうございます。